わわ、なんかここに巻き込まれちゃったんだけど。なあ、これ。あー、怒った！風船どうも。こ、サンマ、サンマ、ほえ、さ、こえっかか。サン、サンマ、くい、くい、くい、ここはサンマ。サンマ、くい、ここはさ、水中は、くい、くい。ハンマゴ！これ骨めちゃめちゃあるやろ、これ。大根おろしないやろ、これ。大根ないやろ、これ。まあでも塩、意外と塩ちょっと効いてるからね、このままでもいけそうだね、何もつけないで。ポン酢やって、こんなちょっとかよ。ジョジョ園のキムチやって。ジョジョ園のキムチやって。あんまないけど。これサンマ！サンマ！てか骨めちゃめちゃあるやないか、これ。こう骨めっちゃあって、こう食うのめんどくさいやないか、これな。骨がめちゃくちゃって、こう食うのめんどくさいやないか、これ。なんかポン酢につけて食うって、しゃぶしゃぶみたいやな、これな。サンマのしゃぶしゃぶみたいだ、これ。骨いっぱいあって、これ食いにくいや、これ。食うとこないやんか、これ。骨ばっかやん、これ。めっちゃ食いにくいやけど、これ。骨ばっかやな、これ。あー、めんどくせえ食うの、これ。骨ばっかやん。骨食べたら痛いやんか、これ。これなんか食べたら痛いやんか。しかもめっちゃ身硬いんだけど。全員作る、全然配信しないじゃん、もう。ナイス、めっちゃサボってるやん。もう1位無理だね、全員作るはね。まあでも2位でも50万だっけ、総合。
2位の50万でもでかいよな。2位はもう硬いだろうからね。昨日あれか、酒飲みまくって起きれないやつか。サンマはね、まあ基本醤油だと思うけどね。ポン酢つけると結構美味しいですよ。なんか醤油ってなんかなんて言うんだろう。ただしょっぱいだけでさ、ちょっと旨味がないっていうかなんていうか、ちょっとアクセントがなかったりするじゃん。そんな時にポン酢はちょっとね、ちょっとしょっぱさと酸っぱさとか、なんかそんなのがあるから。うん。サンマにこうレモンとかかけて食ったりするじゃないですか。そのなんか酸味がちょっとね、ポン酢に似てるとこもあって似てないかな。ポン酢とかつけても美味しいですよ。大根おろし、吸って、大根おろしにポン酢つけて、サンマにもポン酢ちょっとつけて、それで一緒に食うみたいな。美味しいっすよ、そうすると。ゼンちゃんはあれか配信外でおせっせばっかしてて配信しないのか。